前より広かった。前よりはね、だいぶね寒かった。ちょうどよかった。外におったけ、やっぱおった、ここにちょうどいいっていうか見晴らしいよか。だってこれ DR 乗ったろ。あ、乗った、あっちの方がよか。まあ、ここの中全部入って 下がね、だいぶ見える。うん、あいはよかった。まあ、40デトロ。待て、高いわって。40デトロ。あ、デトロ？うん。5畳までか。なんて言われた。どうせ買うならこっちがよかろうって。DR 買うよ。DR 出たばっかよ、ほら。エアになるかわからん。ああ、そうね。こういうはもうほら、改良された。結構ね、デトロ。改良された後でやって、買うならこっちの方がよかろう。しかも強かろう。こっちの方がね、強かろう。え、部品もいっぱいはあるやろ。そう。出るなら DR 買おうかって思うかも。出らんやん。出らんやん。間に合わない。出さんちゃうのか。いや、出るとは出るらしかったじゃんね。一応、アルトはアルトバって、まずこう、はっきりと市販の一品になるかという人が、今回の新作発表会では出られた結果です。ああ、もうまた来年。次、来年ぐらいじゃないかなって。新車新しかったためにこっちの方が良かったよ。ああ、もうほら改良の改良で一人で壊れるとこはあんまりない。そうだろ。しかも最高スピードでいけるやろ。いけるよ。何かちょっと頭かも。タンクでこうだった。いや、変わらん。一緒一緒だよ。なんか出る量の方法もタッキンスクロ。出る量は早かった。排出時間は早かった。一番買って売れよったコイが。あー、今買うから買い替える時にはもうコイじゃんね。コイばっかりやってどこでコイやんね。逆に新しく飛んでる回に最終型買う方が良かったという人もあるけど。あと一周したら降りよう。なんかやっと室内回取れる。ここ邪魔なの。そこを下につけようかな。次深夜とどん。ああ。車酔い集合だぞ。車用集合だってこういうの乗ったらふわ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 動くけど、モンローバメとそうなるやろ。これが優秀かけ。待って、よう聞きよった後ろから見とったら。すごいね。微妙に 4PC やけ、余計動くとさ、前後ろに横にさ動きよもやけ、ちょっとぬかるむところとかも下下がっとっけ。そう、上乗っとったらわからんやろうがって結構動く。いや、わかるわ。わかる。もうもうなる。車酔いしたことであるのか。Yeah.
ぬかるんだところに落としちゃう。ちょうどよくほら、こいつからいったんですか。